それから最後にとっておきの家具をこの崖の上に置きます。もうこの道に向かって向かい合わせに配置していきます。うん、かわいい。こんにちは、ちささこです。今日も島作りをやっていくんですが、今回は番外編になります。もうすぐハロウィンということで、ハロウィンのエリアを作っていこうと思います。針葉樹とヒイラギの森に緑と白のハロウィン家具を使って、シックでちょっと怖い雰囲気の場所を作っていきます。ハロウィンが終わったらまた別の場所に作り変えようと思っているので、今日は動画の最後にハロウィン期間限定の夢番地を公開しようと思っています。よかったら最後まで見ていてください。では始まります。場所は島の南西の海沿いです。横に長く場所を取ってレイアウトをしていきます。まずは目隠し用の崖を作っていきます。木をたくさん植えるつもりなので、2段目は小さめの崖を少しだけ作ってます。見上げるとこんな感じです。続けて道を敷いていきます。飛行場につながっている道から延長してアーチタイルの道を使います。この字に曲がってるんですけど、この間の空いているところにはそれぞれ大きめのメインになる家具を置くつもりです。で、今回期間限定で自宅をお引越しさせます。お家の外観は古い魔女のお家のようなイメージです。次に木と低木を植えていきます。木はすべて針葉樹で、低木はヒイラギを使います。針葉樹林の方がなんか冷たくて暗い感じがするなと思ったので、今回は種類を絞ってみました。低木の苗が全部育って全体がこんな感じです。続いて庭石を置いていきます。これらは全部家具扱いなんですけど、今回は木とかと同じ自然物として扱って先に置いておきます。それからシックな雰囲気に合うゴールドクレストもいくつか配置します。グレーの鉢のものは葉っぱの色が少し濃いめです。緑の街灯もいくつか置いていきます。かぼちゃのランタンも後で置くんですけど、かぼちゃのアイテムは低い位置に明かりが集まってしまうので、高い位置に明かりが灯る街灯も使っていきます。だいぶいい感じになってきました。ハロウィンらしい家具をどんどん足していきます。洋風の墓石は森の中に放置されている感じを出したかったので、苔石にリメイクしました。噴水はちょっと綺麗な雰囲気が逆にギャップで怖い感じになるかなと思って置いてます。世界の道しるべはオールドにリメイクしています。で、玄関前にドーンと緑のハロウィンのアーチと、ある程度メインになる大きな家具を置き終わったら、さらに隙間をハロウィンの柵で埋めていきます。この柵だけ最後までレシピもらえなくてめっちゃ苦労しました。でも苦労して手に入れた甲斐あってめっちゃ可愛い。この柵はハロウィン終わってもまだまだ使いたいなと思ってます。うん、だいぶ雰囲気出てきたんちゃうかな。あとはかぼちゃのランタンたちを置きます。3つ積み重なってるのがハロウィンのタワー、1個だけのものがハロウィンのランタンです。リメイクは緑と白で統一してみました。リメイクすると表情変わるのがすごい芸細かいですよね。この藁がついてるのはハロウィンのランタンセットです。これ、ハロウィンのランタンセット。ハロウィンの案山子はこのマントが風になびくところ凝っててめっちゃ好き。それからハロウィンのスタンド、この家具だけこのかぼちゃの材質がガラスっぽくて光り方が鮮やかで可愛いんですよね。この道に向かって向かい合わせに配置していきます。うん、可愛い。それから最後にとっておきの家具をこの崖の上に置きます。もうフーコからもらえるこのでっかい月、絶対合うでしょ。もうかなり月のおかげで全体が締まった感じがします。
メインのエリアはほぼ完成したんですけど、この目の前の砂浜にもオレンジと黄色のハロウィン家具をレイアウトしていこうと思います。まずマイデザインでラグを敷いてるんですけど、新しく作る時間がなくて今までに作ったものを再利用してます。これらは概要欄にある作者 ID からダウンロードできるので、もし使えそうだったらチェックしてみてください。この重なってる部分を隠すようにハロウィンのテーブルを置いて、あと小物もどんどん置いていきます。何のひねりもないけどハロウィンの椅子も周りに置いて、めっちゃ可愛いなこの家具。アンティークな時計と暖炉を置いてちょっと部屋っぽくしてみます。うん、オレンジもやっぱ可愛いですね。隙間にガーデンライトと、あと手回しオルガン。ハロウィンがテーマだとこの音楽ちょっと不気味に感じますよね。それからロッキングチェアと周りにハロウィンのランタンいくつか置きます。でちょっと動線が分かるように、これも使い回しのマイデザインをちょっと置いて、で一番右の方には洋風の墓石3つとハロウィンのスタンドを置きます。この墓石と庭石作るのに石を相当消費してストックがなくなってしまいました。ここにランタンセットを足してちょっと調整します。だいぶ夕暮れになって雰囲気が出てきましたね。うん、海沿いはこんなもんかな。あと最後に花を植えて仕上げていきます。のメインのエリアにはスズランを大量に植えていきます。スズランいっぱい貯めといてよかったな。と海沿いは白い菊と緑の菊を使っています。いや今回ハロウィンのエリア作るのめっちゃ楽しかったな。よし、じゃあこれで完成にしたいと思います。Meet now, meet 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 now, me